田中銀次郎田中銀次郎は、北海道において開拓し廃止後の明治時代から昭和初期にかけて活躍した日本の建築技術者であり、実業家。島根県松江市寺町出身。北海道の建設業、株式会社、田中組の創立者。同じく、北海道の建設業、伊藤組土建の創始者、伊藤亀太郎とともに伊藤組の創立に深く、 関わるとともに、北海道建設業協会、札幌建設業協会、旭川建設業協会それぞれの設立にも携わり、北海道の民間建設業を例明域において重要な役割を果たした。島根県温郡寺町で、田中佐平と秀との間に誕生。無双だったこともあり、生活の活路を求め、北海道に渡り25歳。 伊藤亀太郎と出会い協力関係となる。明治27年日清戦争が勃発し、亀太郎の引き止めにもかかわらずさらに海外に活路を求め渡航のため単身状況し資金を集めていたが、明治27年学家で倒れ、それを知った亀太郎が旅費治療費とともに札幌へ戻るよう手紙を送り、明治十八年再び伊藤亀太郎の配下となる。以後大正十二年。 伊藤組を大転独立するまでの28年間、伊藤組支配人として手腕を振るう。伊藤組在籍中の明治35年、上川郡高須村に田中組を設立する。大正12年大転独立した中組の社主として、広く海外にも目を向け事業の拡大を図る。昭和12年視察先の満州で脳梗塞により死亡する。去年69歳。 銀次郎を知る人は、正宗のように切れる人ともいい、理詰めの人とも言う。そのどちらでもあったのだろう。田中銀次郎には、正宗のように切れる人という人物表があったが、身の処し方、行動の起こし方にも切れ味鋭いところがあり、特に若い時は狭い世界を嫌っていたであろう。田中銀次郎様が見えられ、中略この人が主人だと思うと威圧されて、恐ろしかった記憶がある。 背は低くて、肩幅は広くがっちりした体格で眼光鋭く、非常に厳しい人間像を感じさせた。田中銀次郎は潔癖性外柔内剛型とでも、いようか、仕事に対しては誠に厳しい反面、人情にもろく、人一,一倍の部下思いであった。寸分の不正も容赦せず、妥協を許さない、潔癖性は、時として激しい土星となり、部下を震え上がらせた。すべて、 もののけじめを大事にした人だった前半の人生を伊藤亀太郎との出会いで伊藤組の創業の基礎をその持ち前の合理性と先見力で固め発注者から名義を出すことを勧められるほど信頼され55歳で退職した後半生を田中組の経営に専念する傍ら札幌と旭川の組合の相談役として明治、大正。 昭和の業界を清廉潔白に生き抜いた傑物だ。ありがとうございます。